絶対これはやるんだ。第1回お渡し暇マインクラフト。何後ろの黒豆腐気にするな。気にするわ。今回目指すはエンドラ討伐。第6位でな。噛み刺されるだけで死ぬやん。この豆腐はコマンドブロック入り、必死こいてコマンドしたぜ。もっとうまい隠し方あっただろ。当然体力1なので、3マスの高さで死にます。そざこやん。この貧弱体質でエンドブロック1回るとダメージが入ります。これないと体力1になんないんだよね。それでは早速始めようぞ。体力が1とはいえ、ダメージを受けなきゃいいだけの話。クラッチング抵抗。この辺に置こう。黒豆腐の近くは微妙くない。やぶからスティック。ケルカムヒア。あってよかった、断崖絶壁。パッと見鉄はなさそうか。ストーンフリー。あっちゅう間にアップグレード。まずい。どうした。これじゃあただのサバイバルだ。そりゃダメージ受けようがないし、取り返し76個、なんと半端な数字か。思って、心に剣、メリーさんはジンギスカン、真っ白がちで染まった。知ってる場合ちゃうぞおめえ。食べながら逃げてる。グー逃げだ。判決地獄駅、不人気で削除されそう。別居の準備をし、少し行けるもの皆殺し。しかしエイムが足りなかった。カズンチャー足るのよ。ナム、当然植物も殺す。平等だ。サトウキビパーリーピーポー、いつも変わらずそこにはピーポー。そこに入るはパンプキン。あるならもらうぜ。使う予定はないけども。テストに、かまどに、拠点が充実してきたぜ。本当に岩盤周りでやるんだ。エドフィリア、何もない平和な一日だった。実況的にはぶっちゃけ困る。生きろ私は美しい。自己肯定感の塊。モッタンうまうま、肉もうまうま、走れる腹があや十分、完全回復の必要はなし、体力回復させることがないから、サトウキビウエウエピーポー、SDGs 系ピーポー、伐採じゃ、まずい、こいつ一生伐採してる、なんも画面に変化がねえ、だから滅びた、全カット、お魚点を外してます、お魚点を外してます、拾った命に感謝しな、なんでそんな態度取れるの、さて、こんだけ見解があるんだ、せっかくだし家を建てようぞ、でもこいつの家とうちかないしな、こたびの私は一味違う、まずは原木で柱、死んだ、そりゃ死ぬでしょ、だってたった4マスだぞ、だってたった体力1だぞ、忘れてた、平和すぎた家の弊害、ならば月を集め、柱を建てたのち、月で安全に落ちるのだ、大変テンポが悪くなる、まあしょうがねえ、四隅に柱、白樺で壁、さらにここも原木で、すごい、まるで初心者がちょっと頑張った家みたいだ、いちいち慎重に降りるのだるい、死なんためにはしょうがない、他の月をハーフブロックにして、ちょっとでもケチる精神、それがこの様です、めっちゃお気にしちゃった、砂を集めて、ガラスを平らに、かなりまな板が汚れ、さらに階段を、その向きじゃなくて、さらに階段を、その向きじゃなくて、さらに階段を、その向きじゃな、何回やんの、できるまで、ずっとか、下から置いたら解決したわ、奇跡があまりに欠けている、でここにブロックを持つやつ、さすがに労災よりそう、もうすぐ夜だ、階段設置が不慣れすぎて時間でごら、そもそもマイクラが不慣れ、建材足りなくなった、無駄に大きく作るから、リベンジアーマー、天井鑑定、柵を置いて、私の手首酔いしれな、全くもって無駄なリスク、エアープレイが華麗で困っちゃうぜ、そっすね、残りのガラスを置いて、屋根裏部屋を作って、はしごをこれで上に行けるな、遠くだるとき、あっ、周平、なんで2階を作ってしまったのか、ドア置いて、テストとか置いたなら、拠点完成だ、まあ遠くよりかはマシ、これはさすがにクロート食らった、多分初心者が立てる2軒目こんな感じ。木炭製の松明人ということでこれより鉄を探しに参る。この体力じゃ防具はほぼ関係ない。しかし盾があるのとないのじゃ大違い。なんせ今スケにあったら死ぬしかない。この中に鉄あったりしない。何も見えない。そりゃ無理だ。ならば行こうぞ洞窟探索。一個でも鉄があればいい。石炭最高。なおその先。鉄ぐらいあれや。先にスケに合いそう。これはさすがに鉄あるっしょ。そして敵も絶対いる。まあ死んだところでまた回収すらい。いくらでも死ねるの最高。それではご希望通りに。バカなどうよケロス中年。こう気配を感じて。原文書記は乗ったら。急いで回収物資を回収。行って下には降りられた。どこだアイテム。でか松明。一スタッフ発見。そして来たるは第一の敵。ドイリ程度ちょちょいの巨量。一発4発、ベータリティ、さすがにゾンビには勝てたか。あまり私を舐めるんじゃない。ダメだ、他にアイテム見つからん。少なくともステーキはあったけどな。皆も戻って探してみよう。露骨な視聴時間稼ぎ。そして現る第2の敵、クリーパーブラザーズ。距離を離せば楽々勝利。正面からの戦闘ならそうそう死なない。問題は不意打ち、もしくは乱戦。あとスケルトン、あいつは名指しです。さっきから石炭しか見つからん。鉄がまあ出ないと思っていたのか。ダニー、取り芝居楽しそう。敵手に入ったのはでかいぜ。結構ある。これならクッケルも作れそう。爆破処理を挟みつつ、だがこれはどうかな。前例のゾンビに後衛の匠。順番にお並びください。順調にダメージ入ってる。そろそろ匠の番か。お前にも一発、匠爆破準備。この当たるのどうやら当たるらしい。待ってろ、我がアイテム。やはり盾が重要。回収完了。ここに鉄あったわ。灯台も得らし。そこに忍び寄る第三の敵。だが今の私は斧持ちに激必殺スズメバチ。石尾の最強。この武器だけスペックがおかしい。今日も元気だ、鉄がうまい。ぶっちゃけそんなにいらない気が。なんか骨落ちてる。何が起きたらここで死ぬ。お前は敵じゃない。案外死なないもんだな。昇竜石はできるだけ排除。絶対これで事故死する。うまい、うますぎる。そろそろ盾作れば。まだいける。もうちょい探索したい。死ぬ未来しか見えない。この道終わったわ。一旦帰れ。この洞窟はまだまだ終わらねえ。そこに忍び寄る雲。さらにゾンビかけるに。数が多いのは完全。一匹一匹処理をする。まずはゾンビしっかり下がって。もう一発雲が飛んだ。また息は無理だわこれ。私は何度でも蘇る。無駄にちょっかいかけんな。あっという間に回収だぜ。死んだのが浅い場所で助かった。一旦帰るわ。早装備整え。やっていくからだ。ルフ、なんでそこで死ぬ。ちょっと回収。なんかスライム湧いてる。オラスライムボール落とせや。おっかなびっくり攻撃してら。オラオラどうしたこんなもんか。無力化してから行ってら。無事に帰還できない方が異常だった。鉄焼きの焼き、鉄よし、君に決めた、グレートアックス、スーパーピコリタイム、この人ずっと聞こってる、この破損、明かりをつけましょ、ボンバーマン、そして今企画最重要アイテム、ビッグシールドガードナー、それ盾持ってる人では、松明増やして、もう一回行くぜ、洞窟探索、目標はダイヤ、クッケルを作るのだ、エンドラ討伐にはネザー行きが必須、そのための黒曜石集め、そのためのダイヤクッケル、でもバケツ洗いけるくね、ダイヤ集まる方がさ、動画の中身増えるじゃん、理由がゴミ、再びの洞窟、ほら、ほら、鉄も集めつつ、絶対そんなにいらない、こんなんなん、この声は、我が宿敵ミニゾン、相手の機動力は相当高い。だが今の私には、盾があるから大丈夫。ちゃんと守って殴れば勝てる。1対1ならそうそう負けん。キューリーダー登場。前回負けたのはゾンビもいたから、1対1なら負けよう。ここからキューリーダー。圧縮地区風。一瞬で聞い取られてる。回収。やべえ、盾消えた。探せば絶対ある。まあいけるっしょ。今までから何を学んだ。もはや匠も敵にあらず、金セットだぜ。大勢や富子は欲しい。金装備が欲しいんだ。空からスパイダー。粛清、すでに死にかけだった。ラピスのラズリも掘りまして、粉砕、玉砕、大喝采、まずい、どうした。私が上手すぎて動画が盛り上がらない。どうせ出さしするから安心しろ。今のとはなぜに、盾がない今勝ちようないぞ。36系
で逃げるにシュフフ。あまりにも早いださし。今度は盾を持ってきた。これでスケにも打ち勝てる。さあこいスケ、私が倒してやる。順調に調子に乗ってる。だってスケ以外にはカッ外した。ふふ、回収早いな。浮いた手がっつり真相だ。何か廃校あるし。お前しょっちゅう見つけんな。まあ一旦リズム天国。リズミカルに死んだ。お前俺は活動まずふー。まずいアイテムだし。ふふー。可及的速やかに回収して。ふふー。ふぐー。ないんだけど、アイテムどこにもないんだけど。ふー。ということでね、全ロスです。攻めしてやる。ダメージ入ります。そだー。それでも私は諦めない。落下し防止の水設置。なんか汚くなった。敵片手穴あったわ。しかも空間あるやんけ。これはダイヤが期待できるかも。あんま広くはなさそうだな。爆破処理、何か行き止まりの雰囲気。水色が見えた。やった、やった。両方の靴だ。さて問題は何個あるのか。一つ、終了。あー、悲しいかな。やっぱ行き止まりだったし、鉄は結構見つかる。下になんかいるな。演者が光輝いてる。怖いし、一旦ダイヤ返すわ。それがいい。焼いて、松明作って、物入れて、行くぜワンモア洞窟探索。あってよかった、下に水。さっきいたゾンビ消えた。ここはかなり深そう。これはダイヤも見つかりますな。金回収。これで装備は作れそう。ぶっちゃけいらな回収。エンドラ討伐には必要ない。深すぎて深すぎて震える。ほんのり明かりが下に見える。蛇が反抗期迎えてる。母なる大地に抗ってる。お前も大人になるんだよ。こうして大人になっていく。ダイヤがありそうでない。なんなら鉱石もない。真相が終わった。そもそも道が終わった。なんやねん。普通にでかい場所あったわ。なんやねん。ダイヤはおらんかね。ここであったが100年目。いざ尋常に勝負。確実に矢を防げ。当初や確実に勝てる。グッバイ現世。なお行き止まり。勝ち損じゃねえか。松明なくなった。たくさん持ってこないから。いやいける。廃校から木材を取れば、石炭さえあやいけるのよ。石炭ないけどな。なんで？レールもらっとこ。なんで？地上に帰りますわ。こいつ道わからなくなくなってる。何も見えた。見えない。何も見えない。これは無理だ。石炭後ろに死んだ。大きく後ろに下がりました。ここ道覚えてねえぞ。その高さはごはー。ということでね。どういうことで？村探してくる。アイテムは？あら探すの無理。だってどうやって行ったかわからんもん。どんどんロストしてく。どこに踏んで村あったわ。なんだこの無駄なゴーン。ここでダイヤとか出ちゃったり。この家からは出ません。だがしかし鍵屋は別だ。鉄装備。大浴市にはほぼ関係ない。実質飯だけ。一応装備しとこ。畑泥棒の朝は遅い。なんなら昼過ぎ。ここ警告あるやん。でかい洞窟がよく見つかる。チェッター、エメラルド。普通に当たり、タワラのタワラに、トルモン取ったしかいるわ。郊外終了。あんま村一体見なかった。取引する気がないならそりゃ意味ないよ。サトウキビパーリーピーポー、少なめピーポー、カラノエウエピーポー、名を使う予定はない模様。ってことでね、もう伐採大好きじゃん。カットになるのが辛いがな。ハチネス終わっちゃったー。なんでそうなる？ハチめっちゃ怒ってる。激おこぶんぶん丸。余熱になってで直せ。ハチのスコロリ残り、外した。ありませんか？リア距離死んだ。殺傷力スズメバチ。いや、使いからいいもんね。負け犬が吠えてら。伐採の夢は終わらねえ。ということでカットになります。ゴムタイマー。ってことで行くぜ洞窟。つけるわ。松明はどっかに落ちてないかなって。とっくにロストしてるよ。人の夢は終わらねえ。何かの間違いで残ってるかも。大間違いだよ。暗くて何もわからん。松明持ってこないから。やってしての手配する。死んだー。あまりにも残党。今度は松明もつけるも持った。斧と盾も持っとけよ。松明はその場で補充。さっきどの辺で死んだ。死んだやん。当たり前かのように。これでつけるできちゃ。一個です。あくまで一つずつね。さすがにもうちょい探索しよう。余計なことすんなって。さすがに成果少なすぎるって。あわよくばダイヤモンド。待て、人生大事。でっかい。この穴死んだー。芸術点高いな。回収だ回収。水流れてて助かった。暗すぎて全然わからん。回収完了。探索再開。攻めて盾も徹底。やけに鉄あるなここ。さては攻略か。だとしたら出会いすぎだろ。こっからは降りれなさ。助ける。死んだー。命がゴミのようだ。私は何度でも蘇る。やって何も武器持ってねえ。準備はしっかりしよう。暗視創造シンフォギア。ナムナムのみ。今度こそダイヤ探しを消しんだー。死んしょうもな。さっさと回収するんだ。タイムタイムタイム。逃げるんだよ。一気に追加。そりゃ無理だー。どうあがいても絶望。まずいこのままじゃアイテムが死ぬ。その前にお前が死ぬ。危ねえ間に合った。さすがにダイヤ置いてこようや。そうするわ。無事納品、もっかい行くぜ洞窟。この動画ずっとこれ。武器を持とうが関係ねえ。素手で死ぬもの。もっと下に潜らな。何回した。スケルトンが脅威すぎる。違うやつも出てきた。手で押し打ちした。何やってんだ。なんで草ブロックあるんだ。植物の力は偉大なり。ゴールデンタイム。再びの廃校。どうせすぐ死ぬ。よって我に秘策あり。ここに全焼基地を設立する。これでゾンビアタックし放題。あまりにもゴリ押し。手を恐れずに突撃。ダイヤあった。洞窟探索終了。3つあんだけど、ここちゃんと探索したらすぐ終わったな。ということでね、ダイヤつける完成。黒曜石は豊富にある。黒曜石を回収回収大回収。これで10個回収完了。ついでにエンチャボンの分。それではスクランネザーゲート。ザッとできた。火打ち石も回収しつつ、ジャッカマン。いざ回通。実にまがまがしい。そしたら様子を見に行こう。自分を鉄砲玉にするスタイル。死んでいって素敵。ということで今回はここまで。パート1で進みすぎじゃね。ぶっちゃけこのシリーズすぐ終わる。一つにまとめて出せばいいじゃん。さっさと出したかった。古来賞のない集め。それでは皆さんさようなら。じゃあの。